羊。はい、川上工務店。あ、ギャルミなんだけど。はい。あのさ、今日の1時ぐらい、夜中1時ぐらいにさ、あの、日本に帰ることにしたから。日本に帰る？はいはいはい。うん。ちょっとごめん、あの、せっかく雇ってくれたんだけど、明日からもうちょっと従業員一人減っちゃうかも。あー、そういうことか。あー、バイバイ。はい、はい、うん。なんだ？ごめんね、ちょっと、過労死する。せっかくいろいろ教えてくれたのに。はい、全然大丈夫っすよ。うん。ありがとうね。はい、いや、こちらこそ。あざした。うん、マジで。ありがとう。はい、うん。日本に帰るってそういうことか。ね、ジャンボちょっと沸かしてやろうかな。これいきなり。川上さん。あら。急すぎません？急すぎます。死んだみたいな言い方。いや、急すぎません、本当に。いや、なんかさ、そろそろ帰国するらしいですよ、みたいな噂を聞いてさ、はいはい、とかじゃなくてさ、もう、今日ですって言われてさ、はい、うん、もう、ツヤの時の言い方でした。もうその段階もするから。やっほー。ツヤトーンだった。はい、ツヤトーンでしたね。本当、でも本当、ツヤ並みにショックだもん。びっくりしちゃった。あのね、あのだってタバコ屋でもさ、頑張り食べてたところだったじゃん。いやだからちょっとなんか言い方ちょっと。いや。いやだってさ、頑張ってたじゃん。な、うん。なんかあったんすかね。いやなんか原宿に語学留学するらしいよ。あのギャル語？ギャル語を学びに行くらしいよ。原宿ってそんなギャルいるか？うん、多分渋谷じゃないかなと思ってるんだけど。渋谷っすよね、多分ね。うん、原宿多分小学生中学生しかいないと思うんだけど。そうっすよね。そう、原宿に行くらしい。ギャルみたいなポピュラーな文化とはちょっと別の人たちっすよね、原宿って。そうだね。はい、子供だよね、行くのね。うん、あと虹色の綿飴食べる感じ。はいはいはい。なまあ確かに。まあでも子供しかいないはちょっとさすがに言い過ぎかもしれないけど。いや、ほんとでも小学生か中学生をターゲットにしてるでしょ、原宿、竹下通りとか。あー、そんなんすかね。俺はね、マジでね、東京10年ぐらい住んでたことあるんですけど。俺多分原宿2回ぐらいしか行ったことないから。え、何しに行ったの？1回は撮影で。撮影？はい、もう1回は。グラビア？あ、まあまあ、そんな感じです。あー、なるほど。はい、もう一回は何で行ったんだっけな。マジで何で行ったかも覚えてないです。それ竹下通り行った？竹下通りがどこかわかんないですけど、多分行きました。え、竹下通りがわからない人いる？人が一番いる、あれっすよね。なんか表参道のパチモンみたいな狭い版みたいな感じの。そう、アーケードがある方ね。はいはいはい。あのクレープ食べたりとか。あ、そうそうそう。プリクラ撮ったりとかするところ。クレープ食ったりプリクラ撮ったりしないんで、服も買わないし。わかんないです。すみません。本当。いい子だったのに。やめて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 。その葬式方面に持ってくない。ちぇちぇ持っててない持っててない。本当にいい子なのになって。きっと川上さんの心の中に。心の中に。はい、そう、スッと入っていけるのはギャルミみたいなさ。ああ。ギャルミ。俺そんな、ちょっと待ってよ。俺別に心閉ざしてないんですけど。え、閉ざしてるでしょ。閉ざしてないでしょ。どこがすごい、わかんない。なんかすごい AT フィールド的なものがね。いや、ないっすよ。川上さんの周りあるよ。なんで俺が心閉ざしてる前提なんすか。いや、なんていうの、じゃ閉ざしてるっていうか、あのバリア張ってるよね。張ってますかね。うん。私、川上さんに会った時は全然それを感じてないけど。感じてない。他の住民が川上さん近くに行こうとすると、はい、そのなんか AT フィールド的なものでふわーっと。いや違います、それはね、 AT フィールドなんじゃなくてコミュニケーションが下手くそなだけだと思います。はい、ひどい。普通に俺がね、いや違う俺がね、俺が、あ、俺が住民ディスかと思った。全方向住民ディス。攻撃じゃなくて俺がね、あれね。あ、そうなんだ。シャイなんだね。まあシャイなのかどうかは分かんないですけど、いや、そうそう、今みたいなねことが起こるわけです。うん、ああ、なるほど。そう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 。ちょっと日本語に、そうなんです。難あり。時々、まあ、日本語に難ありはちょっと言い過ぎかなと思いますけど。いやいや、よく噛むしね。噛むのは別にコミュニケーションとは関係なくない？いや、ほら、私たち初対面の時がさ、すごい噛んでたからさ、印象的なだけだよ。確かに今海輝さんは明らかにおかしいターンしたの。
今こっちをここからチラッて見た後にこうやって去ってきました、ね、これこの組み合わせ、この組み合わせ珍しいと思ったんです。いや、わかった。何？これモンローさんに AT フィールドがあるんじゃないですか。だってモンローさんが俺に AT フィールドを感じたってことは、モンローさんが俺がその人とコミュニケーションを取ってる場にいるってことですよね。うん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 。いや、これモンローバリアの可能性まであります。私こんな心開いてるのに。歩き方 が、だってもうかなり挑発的だし。これ挑発、挑発の意味違うよ。挑発の意味、ほらほら、いやいや、かなり挑発的っすよそれ。いや、挑発の意味が喧嘩の方とエッチな方とあるじゃん。はいはいはい。強者だからね。まあ確かにね。ガンも飛ばしてるんだよ。いや、そうっすよね。だからシャイな人が離れていくんですよ、やっぱ。あー、はいはい、海域さんのこと。海域さん、はい。じゃあ今のは私を見て離れてったんだ。はい、多分。海域どこだ。海域あ、いる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 、あそこだあそこだ。今右にロックオンっていう時に俺は行かないんだよね。行ってる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 。ほら、もう体勢がかなり挑発的だもんな。なんか、なんか圧、圧、圧が、圧、圧を感じる。あの、速くは走るためのカスタムじゃないんで。あ、なるほど。そうなんですよ。なんですね、はい。なんで、まあまあ、うん、でも今はね、俺割とレーサーになってますね。あ、なるほど。この歩き方は。色も出て、あ、モンロー来たー。何？何？何にもないですけど。何よ、勝てないって何？はい、カジノ？勝てない。あ、いや、じゃあレース。そう、レース。みんな川上さんって呼んでる。はい。川上さんじゃないんですか？川上さんってはい呼ばれてますし、一部では川上さんって呼ばれてます。あ、ミスった、川上さんって呼びます。ごめんなさい。あ、いやいや。間違えた。誰に呼ばれてんの？マヌ太郎さんとか。あ、それはもう、日本語能力的な問題。トゲがすごいな。トゲじゃん。あ、タバコ買いに来ました。ああ、じゃあ。すみません、いろいろお話聞いちゃってごめんなさい。はい、とんでもない、とんでもない。また遊びに来ます。はい、また。ありがとうございました。はい、待ってます。おせいっす。説明、マダムっていうタバコありますよ。ね、日本には入ってないタバコっすね。そうなの？まあ、マダムじゃないけど、じゃあ。マダムじゃないか。え、マダム、だって独身だもん。あ、そっか、マダムって人妻に言うあれなのか。人妻って言い方よ。あ、まあでも人妻だ。あ、ご婦人、ご婦人ね、ご婦人。ご婦人。うんうん。マドモアゼルね、私は。マドモアゼル？うん。難しいな。そうだね。マドモアゼルって何語？フランス語。フランス語か。うん。なんかさ、私っぽいタバコで出てないやつあったらまた教えてください。出てない？そう、あの、ここにサンプルが置いてないやつ。パーラメントは何？パーラメントは、うん、正直パッケージはちょっと地味かもしれないですけど、これ一応サンプルで。かわいくない見た目が。相当おしゃれタバコっすけどね、こいつ。こいつね、吸い口のところが、うん、普通はただの、なんていうんですか、円形というか、うんうん、あのタバコの形わかります？普通のあの吸い口の。わかるよ。なんかね、そこがね、陥没してるというか、奥にあって、で、手前が湧くしかないんですよ。で、吸うと、あのね、フィルターの、なんて言うんだろう。あの、吸うとさ、ヤニが黄色くなって、こう、フィルターって黄色くなると思うんですけど。ああ、うんうん。なんかね、鼻みたいな柄が浮かんでくるんですよ。ちょっとハートになるやつ見せたいな。おっす。こんにちは。あ、大川さん、こんにちは。車買ってきたっす。おお、あの黒いやつは。かっこいい。かっこいい。なんで小声？ね、だ、あ、かっこいい。ねだりましょう、ねだりましょう。え、ねえねえ、大川さん、これいくら？これ3億8000っす。3億8000だって、川上さん。値段するな。お誕生日に欲しいな。ただ僕は高級車ディーラーを建てたんで、なんとシャワリです。おめでとうございます。まだ高級車買ったことないんだよね。あ、毎度あり。ああ、
川上さん。どうしたっすか？ 6 月が誕生日なんだ。6月が誕生日っすか？結構先だけど。いや、うち、ちゃんとそういう、あれ、ヤニケーキありますよ。あ、違う、タバケーキだった。タバケーキ。タバケーキ？はい。ケーキに年の数だけタバコ刺して。はい、やだな。年の数だけタバコ嫌じゃない？はい。まあ、あと一応、ヤニブーケと花タバコもあるんで。ヤニブーケって何？タバコをこう包んで、うんうん、はい。キセルは一本それじゃあおまけしておきます。いいよ、買うよ。はい、いや大丈夫。お金あるから。お金あるよ。まあ。お金あるよ。今不動産売れたし。不動産売れたんだ。いや大丈夫です。俺も金あるんで。あ、ごちそうさまです。タバコ副業なんで、ね。メイン何？いやもはやもう車安い。あ、そっか、カレーは義務的に抱いてる女ぐらいの立ち位置なんだもんね。やめて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 。そんなこと一言も言ってないから。いや、仕事、な、仕事、車が恋人で。そんなこと一言も言ってない。なんか義務みたいな、仕事って言ったら義務とも言ってない。なんだっけ、忘れちゃった。まあ、仕事ですねとは言いましたけど。うん、はい。でも車は恋人でしょ？車は恋人っすね。キツネくんだ。じゃあ、入れ替わりで。またねー。はい、また。お邪魔しました。すいません、はい、長いしちゃった。はい。きつねくん、またね。さあ、こんにちはす。今日も裸足で寒そうだわ。あ、今日はいろいろすごい目にあったっす。はい、俺も今ひどい目にあったよ。どうしたんすか、はい、中見さん。また、またした。